父さんと呼ばれていたみたい。私はもうあなたのことをお父さんとは思っていません。お父さんという温かい響きとあなたはあまりにもかけ離れているのです。それだけのことをあなたは私にしたのです。あなたはよく私にこう言いましたね。役立たずは死ね。生かすも殺すも俺の気分次第だ。俺がこの家の法律だ。役立たずとはあなたにとって役に立つかどうかということでしたね。だからあなたにとってのいい子、つまり都合のいい子にならなければいつ殺されるかわからないし、殺されても仕方がないのだと理解しました。自分には人権などなく、あなたの気まぐれで殺されるような存在なのだと思いました。小学校に上がる前のこと、あなたは私と兄を和室に横並びに立たせ、隣の部屋から助走をつけて一人ずつ蹴り飛ばしましたね。最初に兄の腹を蹴り飛ばしました。兄は私より2歳年上で、小学校低学年の頃でした。私より体が大きかった兄の方は、あなたに蹴られた衝撃で後ろの壁まで飛ばされました。そのすぐ後に、恐怖で硬直している私のお腹をあなたは思い切り蹴り、私は壁まで飛ばされました。痛みと恐怖で泣きじゃくり失禁する私たちを見て、あなたはとても楽しそうに笑いましたね。私たちがどんなに怖がっても、あなたは蹴るのをやめてくれることはなかったですね。あなたのストレス発散のために、私たちはサンドバッグにされました。それでも、誰にも言えませんでした。あなたが、誰にも言うなよ、と言ったから。言えば、あなたの機嫌を損ね、殺されるから。母が仕事で家にいないとき、あなたが不機嫌なとき、暴力を振るわれると分かっていても、逃げる場所はありませんでした。助けてということができませんでした。あなたのそばにいると、うまく息ができなくなり、緊張で手が震えました。私が物をこぼすと、あなたは、お仕置きだと言い、タバコの火を私の手に押し付けましたね。傷跡があまり残らないように、一瞬だけタバコの火を押し付けたのは、母にバレないようにするためだったのでしょう。私への暴力は、母がいないときにしかしませんでしたね。私は小学生の頃から喘息がひどくなり、病院に通っていました。入院もしました。喘息発作はとても苦しいのですが、発作が起きて病院に行くと、とても安心し、喘息発作もすぐ落ち着いたのを覚えています。私にとって病院は、あなたのいない安全な場所でした。身体的虐待はうまく覚えていません。おそらく気に食わないことがあれば蹴られていたと思うのですが、立たされて蹴飛ばされたことだけ鮮明に覚えていて、他のことを思い出そうとするとぼやけてしまいます。虐待を思い出すのが怖くて、無意識に思い出さないようにしているのかもしれません。私が10歳になった頃から、あなたは私に女を求めるようになりました。ホステスのように晩酌に付き合わされ、お酒を飲むことを強要され、あなたの方にキスをするように言われました。すごく気持ちが悪くて嫌でした。でも私は言われたらすぐにキスをしました。そうしないとあなたに何をされるかわからないから。あなたはハヒフヘホを色っぽく言ってみろ、私に言いました。何回言っても違う、なんで言えないんだとやり直されました。
母が家に帰ってくることで、私はやっと解放されました。あなたは、こいつ言えないんだぜと笑っていましたが、私には笑い事ではありませんでした。私は自分が女であることを思いました。兄は私と違い、小さい時から体格がよく健康でした。あなたは兄に無理やり運動させ、柔道を習わせていました。その理由は、兄を将来オリンピック選手にさせて、有名にさせて、自分は楽をしようという身勝手なものでしたね。兄が高校生になると、兄はあなたの体より大きく強くなりました。あなたは兄と喧嘩で負けてからは、兄に強く言うことができなくなり、その分、私にネチネチと愚痴を言うようになりましたね。兄は家に帰らないことが増え、母は家計のため夜も働き、中学生の私は、あなたと二人きりで過ごすことが増えましたね。私ができることは、あなたの機嫌を損ねないように、あなたに同調し、共感し、空気を読み、顔に唾を吐かれても、土下座を強要されても、素直に従え、耐えて耐えて耐え抜いて、憎しみは内側に秘めて、笑顔を作るだけでした。あなたの晩酌に付き合ってお酒を飲むことを強要されても、成績が落ちるとあなたは母を責めるので、酔った状態で勉強しました。それでも何か気に食わないことがあれば、母にお前の育て方が悪いと罵声を浴びせていましたね。一階のあなたの怒鳴り声が二階の私の部屋まで響き渡っていました。トイレは一階にしかなかったので、尿意は我慢しました。どうしようもないときは、コンビニの袋に尿を出し、二階のベランダから外に捨ててました。あなたがお酒を飲みすぎてフラフラになり、リビングからあなたの体を支えてトイレに連れて行かないといけなかったのも本当に嫌でした。でも放っておけばあなたは床に放尿してしまうので、なんとか連れて行きました。酔っ払って赤くなった顔も濁った目も大嫌いでした。酒臭い息を吹きかけながら、お前はいい子だねと頭を撫でられると吐き気がしました。それでも私はいつも笑顔だったので、あなたをどれだけ憎んでいたか、あなたは知らなかったでしょ。あなたはとにかく卑怯な人でしたね。幼い頃の暴力も晩酌をさせるのも、母が仕事でいない時でしたね。誰かが見ていると私に暴力を振るえない。そのくせ子供には横柄に振る舞い、自分がどれだけ強いか、すごい人物かを自慢しましたね。自分は空手のチャンピオンだったとか、営業ではいつも成績トップで優秀だったとか、女にモテモテだったとか、子供だから信じると思ったのですか？あなたがどれだけ心が小さくて醜い人間なのか、分かっていましたよ。でも自分を守るため、懐いているふりをしていたのです。私が18歳を超えた頃、あなたは母と離婚しました。やっと平和な日々を送れると思っていました。しかし、違いました。あなたと過ごした約19年で、私は人が怖くなり、うまく人と付き合うことができなくなっていたのです。強い口調で話されると、暴力を受けた恐怖がよみがえり、体が硬直してしまいます。母は、あなたと離婚してすぐに、私が住んでいる場所をあなたから隠しました。
私たちは母の姉家族と同居すると偽り、連絡先は母の姉の住所でした。実際は新しい住所を探し、私は寮のある看護学校へ行きました。あなたが自暴自棄になり、お前たちを殺して俺も死んでやると乗り込まれないようにするためでした。ニュースで流れる別れた夫が元妻と子供を惨殺という事件も、私たちにとって他人事ではなく、明日は我が身になるのではないかと恐れていました。私が看護学生になって1年と半年経った頃、母から電話であなたが自殺したと聞きました。あなたが自殺したと聞いた時も全く悲しくありませんでした。葬式は母と祖母だけでするから私は来なくていいと言われました。行きたいとも思わなかったので行きませんでした。私はあなたの相続など一切欲しくなかったので相続を破棄しました。結果的に相続の手続きを全部兄にさせてしまう形になり、申し訳なかったなと思っています。兄が高校を卒業してからあまり交流のない時期がありました。だから兄はあなたについてどう思っているか分かりません。あなたにされたことで兄がトラウマを抱えているかも話したことはありません。ですが母と離婚して一人になったあなたを、兄はかわいそうだからとあなたの仕事の手伝いに言っていました。兄はすごい人だと思いました。あなたが自殺する前に私と話がしたいと言っていたと母から後で聞きました。生きてるうちに聞いていたとしても私は電話には出なかったでしょう。あなたの声など二度と聞きたくありません。もうあなたの影に怯えなくていい。嬉しくて仕方なかったのに、私はその後からうつ病になりました。逃げるためだけに看護学校へ入り、自分の感情を常に殺して生きてきた私は、何のために生きているのかわからなくなりました。あなたから逃げることに必死で、自分の心がボロボロになっていることにも気がつかなかったのです。不眠、耐えられない倦怠感、涙もろさ、食欲不振、自殺願望など、症状が現れ精神科へ行きました。精神科に行くことには抵抗はありませんでした。うつ病と診断された時も、やっぱりと思いました。うつ病と分かり、自分の体がこんなに動かないのは病気のせいなのだと、自分の性格のせいではないのだと、気持ちが楽になりました。精神科の先生にあなたにされたことを話し、先生に虐待だねと言われたことで、初めて自分が虐待されていたのだと知りました。私が受けた数々の暴言や暴力は、私には何の責任もないのだと知りました。やっと人間になれた気がしました。私は精神科に通院し、数ヶ月でうつ病から回復し、看護学校を卒業することができました。しかし、看護師として働き始めると、仕事への緊張、不眠、先輩看護師への恐怖心などの症状が現れ、うつ病を再発しました。最初の頃より症状は重く、私は絶望し、自殺を図りました。幸いなことに、救急車で大学病院に運ばれ、一命は取り留めました。うつ病になって20年以上経ちますが、私は未だに精神科に通院し、薬を飲んでいます。あなたが亡くなって20年以上経つのに、私の苦しみはまだ終わりません。きっとあなたにつけられた心の傷が完治することは、一生ないのだろうと思います。かつてお父さんと呼ばれていたあなたへ、あなたは愚かな人です。
家族が自分から離れないように恐怖で支配しようとしましたね。そんなあなたにはお父さんと呼ばれる資格はありません。私はあなたのような親にはなりません。あなたから受けた心の傷に負けません。地獄のような子供時代を過ごしたからこそ、今地獄にいる子供たちを救う活動をしていきます。